時間です。本日ウイニングレブン、2021マイクラブじゃなくてローカルマッチ、ジュビロ磐田対ビファーレ長崎の方やっていきたいと思います。今日土曜日で、この後ね、2時からジュビロと、ビファーレ長崎の、ね、試合があるんで、昇格がね、ジュビロは、J1 昇格決まったんで、あとはね、優勝を決めて J2 をね、ぶっちぎりで優勝して来シーズンにつなげるね、試合やっていくっていうようなとこなんだけど、長崎が今4連勝でまだ昇格の可能性残してるから、ジュビロがここで勝てばね、長崎はもう昇格は消滅と。ただ甲府の結果次第で京都はまだ昇格が確定しないっていう。ただ京都もこの後試合あるから、そこの試合で勝てばね、京都も昇格が確定するってことで、来年の J1 昇格がの2チームが決まるっていうね、今状況かな。あとはルキアンの得点を岩田対長崎とエキシビションマッチが始まりました。サイドをご紹介しましょう。向かって右のエンドから攻めるのが長崎、そして左のエンドを取ります岩田。ダメか、太陽カウンターを仕掛けていきます。長崎もな、メンツ、長崎のスタメンは前節前々節を参考にっていうか、そのままスタメン組んだんだけど、やばい、メンツが長崎すごいいいなっていうのが、キーパー直接処理しました。やっぱ長崎前半戦ちょっとね、勝ち点稼げなかったのが痛かったかな。今4連勝中だもんね、長崎も。ジュビロも4連勝中なんだけど、4連勝同士。前回の対戦では長崎のアウェーで小川航基がね、すごい一発を決めてね、1対0で勝ったんだけど、オッケー、ナイス。今回もすごいいい試合するんじゃないかな。ただ長崎メンツ、うわ、アップでナイスキー。今スタメンで組んでるメンツもあれだけど、控えのメンツがすごい豪華なんだけど、ジュビロと遜色ないぐらい豪華なんだけどね。サイドバックの亀川とか、いや、センターバックにフレイレとか、右サイド上がっていく。カウンターを仕掛けます。小川大輝。自分で持っていく。上げていく。合わないか。ボールをクリア。ナイス。出ろ。おっと。ナイス。やっと3。あ、ミスった。やばい、味方と縦のボール。敵のユニフォーム見間違えた。一気にカウンター。やばい。これ。勝負のシーン。一歩待ってった。うお。ナイスナイス。あ、ファール。マジ。危ない状況でしたからね。あと、エジカルジュニアとか、ルアンっていう外国人選手か。出てないんだよね。サブにも入ってないから。怪我かな。うわ。誰だ。いやー、素晴らしい。うわ、コース完璧じゃないか。直接決めてきます。精度の高いキックでしっかり決めてきましたよね。加藤大、知らないな。先制ゴールが決まりました。1対0。とにかく点が動きましたので、長崎って言ったら介護せざるがもう、そうですね、うわ強いな。ルキアン取れなかったか。ジュビロは逆転勝ちするのが得意だから、
岩田としてはここはまだリスクを出す時間帯じゃないので失点しないようにじっくりいくことが大事ですよね。失点して逆転して勝つっていうね、失点しないで勝つのが一番いいんだけど。いやいやちょっと待って、外に出したんだけど今。ナイスナイスナイス、乗り道ナイス。いやマジ佐藤、さあカウンターを仕掛けます。収まったフリーだ、どうだ、来た、うわ、いや追加点、誰ウエクサーもしかして、あウエクセンだ、上中、いや見入ってしまう、上中かカウンターでしたね。上中、なんか最近すごい名前聞くんだよな、長崎ですごい点取ってるから。これは自信深まりますよね。まだ若いだろうし。得点を重ね2対0という展開。立て続けですからね。やばい、出ちゃった。小川大輝もなんか一旦怪我してからちょっと厳しいかなと思ったりしたけど、服部さんに代わってスタメンで出るようになったらなんかここ2試合すごいいいプレーしてるなって思うんだけど、大森のアシストもそうだし、京都戦のねクリアもよく戻ったなって。ああダメか、個人的には小川大輝なんかマイナス、いけナイス大森、バックパスばっかりしてる印象があったからちょっと前への推進力がって思ったりもしたけど、最近はすごいいいプレーしてるなって。そうなると左に鈴木優斗を持っていかざるを得ないのかなって、それで松本がベンチに下がるっていうね。松本もいいんだけど高野も使っもうちょっと見たいなって思って。ナイス大森、さあ逆転するのにもう1点は欲しいよ絶対。まあ2点欲しいんだけどとりあえずもう1点だね。加藤、裏へ届くか、素晴らしいパス、さあどうする、なえファールマジ、何ということでしょうか、 PK かどっちになる、いやペナルティーエリア外という判定、絶好の位置からのフリーキックに変わります。セットプレーのチャンス、ナイスクリア、岩田ここクリアで難を逃れます、どうだ、やばいやばい、取れ取れ取れない。あ、なんで。いけいけいけ。お、ナイスナイスナイス。小川大輝。上がっていく右サイド。来シーズン。右サイドから上がります。優秀なっていうか期待のルーキー入ってくるから。マジか。このピンチをなんとか出します。取れ。遠藤対応します。あーマジ通らなかったか。さあラストプレーになるのか、前半山田さんじゃなくてやっとさん、やっとさんいるだけでやっぱセットプレー武器になるもんな。ここ拾って次につなげたい、ダメか、前半終了です。非常に動きがある、やっとさんの存在感はやっぱ前半終え思ってた以上にでかいな。いや北澤さん、ゴールシーンが目白押しとなった前半、激しかったですね。ですけどまだ来シーズン完全オフでのオファーをなんかしたっていう情報が入ったけど、どうなんだろう。その辺にも注目ですよね。あと伊藤真希人にも完全オファーだったかな。岩田対長崎、では伊藤はもう確定で欲しいな。そうそうとこの後半始まっています。伊藤真希人はもう、まあ、地元出身だし、まあ、マリノスもそんな簡単に手放せる状態じゃないと思うけどね。センターバック畑中が怪我とか したりとか
今年あったみたいだから。素早いパスで攻め上がっていきます。ここでファールを取られます。データ介護せざる。介護せざるマジ脅威だな。やばい、乗り道か。チャンスを演出できるか。ナイスナイス。長いボールを振ります。さあ康介、康介も活躍したな今年。山田、さあルキアン、大森、わかります。ある、かわせないか。大森といいワンツーだったのな。岩田、現在このセカンドハーフ立ち上がりを、大森も2戦連発とかなんないかな。まあ、まずは入り方で主導権を握ることが大事になりますよね。あとはもうこれ以上失点しないことを意識しなければいけませんよね。ロングフィードで狙う。まず戻して、とりあえず1点。鈴木へ、山本へ、やっと3。いや、そっちやない。ゆるく狙ったボール、浮かせたボール、キーパー。今年そう、キーパー三浦もな、だいぶ安定感あったよな。ミスっていうミス、遠藤、まあミスあったけど。スルーパスを狙う。さあゴールに向かっていく。シュート、やばい、マジ。来た、たあれ入るの。大きな追加点、ウィリントンハット。素晴らしい技ありのシュートを決めてきました。つか、すごいシュートだったな、あれ。ぐっと曲がって落ちていく。綺麗な軌道でしたよね。精度の高いシュートでしたね。やばい、ファールないか。ルキアンで点取らないと。ルキアンでリードを2点に広げてリスタート。長崎としては監督が描いたイメージ通り今日は進んでると思いますね。この後のプレーがだいぶ楽になると思いますけどもね。そうですね。スルーパスを出す。いいボール入りますよ。次交代だな。やばい、チャンスになる。ナイスナイス。スキュート左上がっていく。裏のスペースを狙う。ナイス。やっぱサイドバック体強いのはいいな。ただサポートがない。このボールはカットされます。やばい、交代する前に終わっちゃいそう。さあルキアン、ルキアン、うわマジか。オッケー、ナイス。誰、山田さん。あと1点のところまで詰めてきました。あと1点いくぞ。あ、交代交代。高木はね、こう弾いたボールを正確に押し込みました。あ、ルキアン大津トップに持ってこっかな。センスが光ったゴールですよね。完全にイメージしていたから今のは落ち着いて流し込みましたよね。大津、大森さんをフォワードにして、お、あ、岡大輝だいぶ減ってるな。松本入れて左高野を入れようか。金子使いたかったけど、金子ってフォワードできるのかな。できないか。大津フォワードできるイメージだったけどな。大森のフォワードにしよう。岩田、選手を変えるようです。あれ、2人しか変わってない。3人変わったよね。よし、もう1点。まだ急げばチャンスありますよ。江川、前のめりになったとこ。裏を狙う。やばい、抜けてくる。フリーだ。シュー、うーわ、追加点。チ
ちょっとマジか。加藤、点取った後にすぐ取られるって、まあ、今年のジュビロっぽいつや、ジュビロっぽいけど、まあでもそこ修正、ここ最近は修正できてるかなって。うわマジ止める、マジか。乗り道いいシュート打ったと思ったんだけどな。ちょっと慌ててますかね。このピンチよく防ぎました。やば。裏へのスルーパスだろうなと思ったよ。オフサイド狙いねえもんな。ナイス三浦。絶対1点取るぞ。手元の時計3分を切っている状況。遠藤、大津、裏を狙っていきます。一旦前を取る。やばい、中は枚数いる。ディフェンスをものともしません。山崎、いや、これを読んでいた。ダメか。長崎、もう無理にはいきません。澤田、さあ繋がるか。抜ければチャンス。取れ取れ、スペースを狙う。いや終わっちゃうかなこれ。いや4対2か。まあリアルでは勝ってもらおう。こっちで負けた分リアルで頑張ってもらって昇格は決まってるから、あとは優勝を決めてもらって来シーズンにつなげて。ああ、加藤大、なんかすごい脅威な選手だったな。はい、ありがとうございます。上中もいいフォワードだったし。さあそろそろお別れの時間です。ジュビロにゆかりのある選手、まあ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 っていうか、いろいろお話ありがとうございました。山崎と岩田、試合をものにできませんでした。新里か。今回新里は出てないけど、じゃあ今日ね午後勝ってもらって、ま、優勝にな。京都が負けてジュビロが勝てばもう優勝は確定だね。引き分けでもいいのかな京都が。じゃあまた来週やりたいと思うんで、よければ見てください。では。